はい、じゃあそろそろ X ランバとやります。皆さんエントリーお願いしますね。Round 2, fight!
はい、そろそろやりますよ。皆さん、そろそろやりますよ。エントリーしてくださいね。長州さん、かな。じゃあ、今日はね、9人ですかね、今んとこ。まあ、紅白戦で、じゃあ、とりあえず自分が入って、まあ、5対5ですかね。
じゃあ、まあ、どうしましょうかね。リーダー決めて、チーム分け。はい、皆さんちょっとチーム決まったんで、呼び出しておきましょう。ワンピー側がですね、鷹の爪さんのチームが、トモザさん、カワシムさん、ヤルさんと山本さんですね。
で 2P 小江戸さんのチームが、あとバイパーさん、ヒデ、金子さん、長州さん。じゃあちょっとあの皆さんリーダーのとこ行って、あの順番とかね、何かあれば、どんどん行っちゃってくださいね。もうあの何もなければリーダーの裁量で決めちゃっていいんで、順番と。で、1人2キャラですね、今日は。1人2回出る感じです。同キャラなし、 S は別キャラ、5号で1人2キャラです。なので、10対10という感じですかね。同じキャラはダメです。 S は別キャラ扱いですね。さあ、あの皆さんリーダーのとこに集まって、集まって、はい、もう一回言いますよ。 1P 側が、鷹の爪、友座、川島、シャル、山本。 2P 側が、小江戸、バイパー、ヒデ、金子、長州ね、こんな感じです。あの、じゃあ今順番決めなんで、皆さんリーダーのところへ行ってあげてください。2キャラです。1人だから2回出る感じですね、うん。同キャラはなしで、 S キャラは別扱いです。はい、今ね、順番を決めております。
あ、いや、僕は入ってないです。あの、山本さんに変わったんで。まあ、とりあえずあのリーダーにキャラだ、2キャラね、教えてあげてくださいね、使うキャラ。まあこ、うん、あの今ヒデのやってるとこで、配信してますよ。さあ、今配信台ではヒデの華麗なプレーが流れてますね。あれ、ニーアさん来た。ニーアさん100円。ニアさんが、2P チームに。じゃあニアさん100円です。じゃあね、6人対6人だから、まあ12キャラ対12キャラになります。
はい、ワンピーの方はできました。出来上がりましたよ。さあ、じゃあやっていきましょう。本日のランバト東西戦です。はい、じゃあ 1P1 番目が、はい、シャルガイル、マジで言ってんの。1人目ガイル。さあ 2P 側1人目がちょっとね、あ、バイパーさんの竜マジか。なんだこれ、ユーガイルからスタート。ごめんなさい、ちょっとハデさんちょっとトイレ行ってくるので、ちょっと実況そのままお願いします。はいはいはい。なんでしょうねこれ、示し合わせた、これ やらせですか、八百長。さあシャルガイル対バイパー流でスタート。お、ソニックは当たって投げね。はい、戻りました。今のはいい。
TBS 発生せず、ここは代償でバッチリアントビから送らせてじゃん。これはおー、これは波動確定なんですよ。確定だ。そうなんですよ、4フレ発生でダブル様出るけれどもっていうね。結局さあ2ラウンド目、あちらでこんばんは、ヒデチュンリーです。まあ安定のニュートンヒデマイクってところですかね。さあソニック、ソニックでうまくいなしていくが、一気に画面端、ここから龍側がしゃがみ大パン、これは OK でしょう。中足の出掛かりに大足を刺して、これは昇竜出ず、刺しし昇竜が出ません。これは難しいですね、刺し昇竜狙うのは。さあお、これはいい大足、大足、これはさあ、これはいい大キックが入って、なでがなどす、マジか。今のガエルの吸い方じゃなさそうな感じの吸い方でしたが、まあこれはシャルさん OK ってところでしょう。さあ開幕は打ち合って大勝利、これはめくりはガード、中パン大足ガード、これはしっかりしている。しかし体力も取られてゲージも回収される。アントミはバッチリ送らせてじゃん。さあうまい、今度は無理をせずアントミア株、これだけの体力あればもう待てると。さあこれは TBS にならず、さあいいですね、この相手は龍が OK でしょう。さあ追い込まれる車龍ガエル、さあ中足、これはゼロドット、絶望だがワンチャン、あー長州。さあ今日は長州さんがいるので、ちょハデさん、ハデさん、ハデさん、トイレかな。さあ龍バルログかな、ハデフェイロン、ハデさん多分トイレ。ハーデーさーん、ハーデーさーん、飛ばしちゃいましょう一旦、しょうがない。じゃあ山本バルログ、さあ急遽順番変更、山本バルログ。しかしバイパーさんは果たしてキャラ差はかなり出てるんですけれども、バルログに好きなことをやらせなければといったところか。さあ中盤拾って表、あーこれにお釣りが入らない、ファイヤーハドか竜巻かな、今の難しいですね。さあゲージ攻め切った、さあくぐってなで、さあハイクラ読まれていた。さあダイヤシークラっちゃって、投げてシーク吐いて、さあ爪取れず、あー投げはダメ、ハイクラ送るぞ、あっ、あれはちょっともみくちゃ使いハイクラ言ってよかったですね。さあさあ痛いのが入るが、竜巻でお返し、今度は下段、そうですね珍しい、配信されてるのかテスト、はい足し相手、しかも勝利刺さって中盤こするが、さあこれで体力かなり持ってて、ハイクローがぶっ刺さって、今度は拾う真空削り OK、 さあ飛んだところに波動拳が刺さるハデさん買い物行ってる場合じゃない、手足でハデフェイロン、ハデフェイ、さあここでハデフェイ、さあハデフェイはどこまで行けるのか。最初は円台パン、さあ痛いのが入らない、あれは死にかくまであったんで、
さあ画面端にいるだけ、しかしそれが崩せない証拠。大テク入って、昇竜は出ないが、おっと、あーレックソのデガカルにシンクヒット。もうちょい入力早ければ多分シンク使った可能性ありですね。さあ大昇竜が、あっと、さあここはレッカ三段、さあ昇竜で割り込まれて、おもっ、あーめくりか、あーバックジャンプ大パンが強い、壊して止めて大竜巻後ろに、シンク入って、あー中足対空される。さあバイパー竜が3盾、さあここで関西からの使者鷹の爪エスザンディ、さあ俺やと、俺が関西魂見つけやると、さあうまい、見ている、うわうわ、すかしスクリューからコパンで止めて、うわーその場で吸っていく。これはあれですね、ツイッターで書かれてたしゃがみからの、しゃがみからのあれですね、あの弾きスクリューですね。うますぎだろ。さあなんとか画面端は脱出できたが、スクリュー一発で終わってしまう体力、バニシングが出ないので 100% スクリューになる。これが S サンディの強さ。さあ見ている、まだあるのか、あーしかしダブラリでお返し、勝ったのは鷹の爪 S サンディ。さて2番手はヒデー J ですね。さあヒデー DJ、これはねヒデ DJ はダメでしょうね。鷹の爪さんは、まあ、大阪ではかなりの強豪残儀ということなんでね、サブキャラのヒデ DJ はさすがにまずいんではないかと思いますが、まあちょっと難があるとすればちょっと緊張しているところを見られるとこぐらいですかね。おっとヒデが今のところは万全ですね、パーフェクト。おっと悪くないですねヒデ、これはあるのか。さあダブラリが出ていないです。ニュートンはねダブラリがちょっと出づらいですよね。パンチを強く叩くとキックが出たりするんで、話が昔切れてます。うまいですね。さあヒデがダイスラー、おっとこれは死ぬか、弾を打ってスライディングで押しと、おっとこれはめくり行きたい。おおさすがにあの大きい攻めがねうまいんすよ。さっきあの俺も DJ でのジェやってたんですけど、さあ鷹の爪さんの打ち攻めがうまい。おっとめくり、おっと今これは死んだか、ああ死んでますね。さあお疲れ様でした。いやーやっぱヒデー J ダメでしたね。さあカネチュン、いい、おいしい。さあ今度は大大大、あー大中元いいですね。あれ大中元の元がちょっと難しいので、中元キックと中足をずらし押しするとより OK ですね。さあこれは矢口まり状態、矢口ってる厳しい。さあ風ね、あーこれは何かし OK。さあガスガス歩いてくる、そしてレンキャンジャンプバッチリ使ってきます。レンキャンジャンプに対してはチュンリー様か、遅らせ飛行圏でバッチリ落としましょう。それだけで多く折れるんですが、一気に画面端よく打った、
あー中キックはあかん。これはもう一丁いける距離、よく暴れた。さあ中キックは大手だが、アートミックスープレックス。さあなんとザンディザンディ、さあ来ました、長州さんからの青サイです。さあ本職ザンディにどこまでいけるのかといったところか。さあ先にやられたのは長州さん、鷹の爪さんのレンジャンジャンプの精度の高さ。さあこれは引っかかって、どっち、よくダメラリで落とした、やり返されて、いやこのままストレートに行く、これが鷹の爪スタイル。さあ走ってくる、軽ラリの終わり際に走ってきて、また走ってくる、今度はスクリュー入って、これは厳しいか、ミドルミドルでなんとかするが、壊しだよし、いやうますぎる。ニーアーさんの剣、さあここでニーアー剣が、おっとしゃがみぐらいしていた。さあうまい中足大足、投げに行くかと思わせての中足大足、あれは食らいます。おコメントがつきましたね、こんにちはこんばんは、かもこの時間だから。これが三重士の力、関西勢のコメントでしょうか。さあレンチャンジャンプが通って、しかしこの距離はダイヤシも入りません。しかし知らないゼロドット、あーなぜか食らう、ミドル振ったところに手痛いものが食らってしまった。ブッパはないと思わせてのブッパをする、これは全然ありですね。ダイヤシの差し返しにダイヤシを差し返して、ここで膝、これが剣の必勝スタイルだが痛すぎる。でんでんでん、さあこのまま鷹の爪さんが今日の MVP になるのか。うますぎるで、さあさあよく波動打った、波動拳。さあ勝利でどっち、ダブられて返されて、これはまだ死なない、しかしやばい、ひっ掴んでいって、どっち、おーもう一回おかわりくん、わーあっジャック勝利二度と削り、やりにいったニーヤさん強いですね。今の局面テンガーが待ってもいいことないですからね。さあここでカワシム DJ かな、来ました、中継の門番、かなり激強です。フリね、ワンピーねやばいんですよ、カワシム DJ はいるわ、友田バイソンもいるわ。さあこれは相打ち OK、 中足大足、あーここでジャック、あれなんだなんて技だっけ忘れた、うーはーって感じのやつ彼ですね。さあ今ちょっとモザイクものでしたが、あれなんだっけ、横押しのウーハーってなんだったっけ、あジャックだ、あさあソバットだ。さあエストの感想はちょっと実況中なので少しお待ちいただけると助かります。さあここは踏んでしまう、コンパコンパダイヤして、違うダイパンで暴れて、昇竜拳、うますぎる勝利点、ここは膝いったところによく勝利出してたが、あーこれは知らない、 JIKO 事故ですね。
さあここで小江戸ザンディ、さあ今日はガチムチな人が多いです。そんなニュートン、しかしリアルの体験は全然ガチムチではない人が多い、そんなニュートンです。さあ大パン、おっと、ああ惜しい、いろいろ惜しかった、ゼロドットやばい。さあ大キックが入って、あの大キックはもう全然 OK と。さあなんか変な技が漏れたか、あのバックジャンプ壊しはバルログ戦でよく見かける技だが、さあ大キックめくりだが運がいい。さてさあコンボ精度が今日はあんま良くないのか、スラが入って、これはどうなる、おっと、いろいろ漏れまくりだ、おもらしマンだ。さあピーラリで、しかしああ高めはさすがに見逃さず。さあ次は、金子ガイルですね。さあこれはスーピーが頑張りたい。そうですね、ワンピーがこれ勝ったらかなりでかいんですが、果たして。さあ一気に画面端だが、さあやばい、撫でて、画面端に撫でるのは正解ですね。ダイヤシが隠る、何か技を戻してとか。さあこれはもちろん表で行くが、ここでめくりがガード、硬い、熱い間合い。さあ体力若干 DJ が1割増してるくらいか。さあこれは熱い距離、ガードになる。さあ飛んでくるので上を見ながら距離を離す、相打ち OK。 さあこれはさすがに厳しいですね。さあこの組み合わせかなり熱い組み合わせなんですけれども、お互いの技量がかなり問われるので、さあ壊して暴れる。さあハーまでつなげて、さあ打ち合いはお互い OK でしょう。さあこれはお互いダメージを分かち合った感じ、どこかでやりに行きたいが投げに行く、強気。さあまだ時間はたっぷりある。さあどこかで飛んできた、やはり飛んできます。さあソバット中足、これで逆転、投げる、金子ガエル強し。ハデさん、ハデバル、さあここで始まるハジログですね。さあ食べログなんじゃないかとちょっとツッコミが入ったが、これは残念ながら食べ物ではないハジログです。さあめくっ、うますぎる、中川一、中川一2回目阻止、投げて、さあサマー混ざれてめくり、サマー爪を吐いて、あーこれはあーっと大足、中川一、これは確定。サマー読みで裏っ側に行っちゃうってのもありでしたけれども、普通に行きすぎるとダブルサマーもらえます。さあこの
ガイルバルログですが、ガイル側がギリギリまで画面を見なくちゃいけないっていうかなり精神修行な組み合わせではありますが、この組み合わせいける感じなのは魔王バル対伊藤ガイルの対戦で、 YouTuber はご存知、 YouTuber じゃなかった、さあ中足とスラを分かち合って投げて打ち身あり、さあまだ、さあ中足よく暴れた、さあ中が1ハデログ、そしさあ何回言ってます、ガエルバルログはバルログ不利だと言ってますが、ちょっと汚かったことにしておきましょう。さあここで山本チュンリー、山チュンですね。さあ山本チュンリーはガエル戦は果たしてどこまで生きるのか。さあもともと金子さんはチュンリー大国から出てきた男、裏天隠れ、北さん瀬尾さんにいつも揉まれています、そして秀人もよくやっています、そのチュンリー戦を見せる、金子さんの心はそう言ってるでしょう。うますぎる、これがチュンリー戦の俺の立ち回りだと、さすがに厳しい。さあここで中盤の門番、トモザバイソン来ました。さあこのおしっこカラーのトモザバイソンが強い。さあ台足かくる、今のはうまいですね。さあ短波から来た、このトモザバイソンのガン攻めからのガン攻めかすノーリスクでいってる、この試合の運び方、これはマジで強いです。さあこれはアントニー早かったが、中足を埋め込むことによってフォロー、さあ短波、短波大足を選択、なんだこのバイソン、あぶね、これは5ヒット打ち切り。さあ大足かくったがまだ苦しいが撫でる、おいしい。さあこの前はガイルだがどこかで爆発が来る、これ相打ち OK。 相打ちはガイル分悪いですね。おっとソバットで、しかし大ヘッド、アントニーバッチリコパンよく暴れた。さあディズがたまるが投げて、あぶれ、さあ見てからまだ知らない、さあ遅らせグランド。今のは中足の戻り際にかくったのか、もしくはサマー出そうとしてゴフレ発生で間に合わずだったのか、まあわからないってところですね。さあここで小江戸ベガ、さあ友田さん、ベガの嫌なことはいっぱい知っております。さあベガバイソンどうなんでしょう、ダイヤ的にやはりバイソンなのか。さあこれは投げかく、高めぐらいは、さあ2ヒット入ってめくりに行く、これは中足から、おっと美味しい、どっち投げはちょっとバテるが、投げ返す、あうせえらね、投げ返す、着地が早かったですね。さあよくグラウンド見てからしゃがんでますね、いいですね。さあ画面端の片目、これはバイソン厳しいが、は大ヘッド、さあいい埋め込み、あーめくりが入って5段ビヨンネ、運がいい。さあこれは分からなくなった、おっ、あ
あ、あ、今のダメなんですね。へえ。あれ、今のもしクレイジーが一発目に出したところでナイトメア出したらどうなります？はい、確かクレイジーって二発目出すまでが無敵ですよね。お、ピンク。お、ピンク。さあ、ここで来ました本職 X ザンディ高野爪さん。さあ、ベガダンディなのでなるべく、そうですね、ベガ側はゲージを回収しながらちょっとずつダメージを当てていきたい。さあ、今のレンキャンジャンプが入って画面端近い、まだ暴れられる。さあ、最高暴れ、これはいいですね。表から、さあ、これは投げる、埋め込みでよく投げれましたね。さあ、コパンコパンでちょっとずつダメージを回収、踏んで逃げる、正解ですね。うわー、ここで最高、これはしょうがない。うますぎる、上しか見てなかった、これは厳しい。これ今の硬いですね。もう上飛ぶことだけを見てすぐに中パンを用意していた小江戸さんに軍配が上がってますね。これはゲージがない、しかももう一回いける、ガブガブいった。さあ、ワンチャン逃したが投げ返して、どっち、もう一回投げて、さあ、まだわからない、埋め込む。さあ、最高、お、下段投げて、熱い、ドクト魔法、これはさあ、相打ちが、相打ちか、相打ち、今の試合激アツですね。今日の一番の試合でしょう。さあ、ミドルミドルミドル、ここで最高暴れ、めくりが入ってピオコーン。さあ、これはふー、おおおおお、さあ、ベガベガ来ました。さあ、これで若干 2P 有利だが、まだわからない。さあ、ミドルミドルで圧倒、ピヨって安定三段。これは投げて、あーっと、さあ、来ました、弱ダブル2モードが阻止。さあ、やばいです、この固め。さあ、画面走った、厳しい、投げる。さあ、このモードに行ってしまうとなかなか厳しい感じですね。お互いそこに注意ってところか。さあ、色の薄い方が友田さん、こ、色が濃い方が小枝さんです。さあ、これは、あ、これは分かんない、まだ分からない。あと、スーラを、さあ、やばい。さあ、コパンで止めるか、あー、最高削り、これは厳しかった。さあ、次誰、 2P 長州シャン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 。さあ、長州さんがニュートンに超久々に来た感じがします。さあ、ここはホバーは波動で止める。あの、宙に浮いた瞬間に天側は大勝利出したいんですが、すぐに判断は難しいといったところか。さあ、波動、表アントビー、ガード角、膝、昇竜拳、魂の昇竜投げ返し、
おーっと、ナデスカールが、おーっと、なんだその読みは。今のはミスか、さすがに。さあ、一本通ったな、長州シャン。さあ、ここはホバ入って、さあ、多数巻きを、コンパンか中パンで落とせず。まあ、難しいですね。さあ、ゲージを回収したいが、にじみおる剣。さあ、ここはしっかりと脱出するが、波動踏んで、ダブル、違う、さ、あれなんだっけ、まだ。さあ、ここは、鎌払いで、出させる予定だったが、しかし、こっから、アントビはダメ。どっち？おー、これは、1ドット削りになってしまった。これは運が悪い。さあ、カノシムさん。さあ、副賞ですね。残りカーシム、シャルと続きます。さあ、ケンダルシム、かなり剣が苦しいんですが、やりに行かなくちゃいけない。さあ、昇竜拳をぶち当ててどういうタコをかけるかっていうところですが、さあ、踏み込み、ここは吐かせた。さあ、ちょっとずつちょっとずつやっているが、いまだダルシムユリは変わらず。さあ、昇竜は見られて、さあ、連キャンジャンプ、あー、これです。そしてしっかりとアンチュースラ壊し、インフェルノ最大です。さあ、連チャンのジャンパーできずだが、スラストでしっかり確定取る。飛びが早かった。撫でる。さあ、ここでバイパーさん、今 2P が何人目？10人目。ってことは、残りヒデチュンリーとニーヤーさんのホンダですね。さあ、これはヨガ、安定のヨガと、これは立ち合い計画って。さあ、どっかでワンチャン狙いたいバイパーさんだが、伸びる手足が厳しい。さあ、燃やされると画面押されます。さあ、これは立ち相手確定、手前落ちもバレている。これは立ち相手確定、寄せつけない、これも確定。いや、厳しい。どっちが先なんだろう。レヒーか、行ってきます。これは11人目対11人目かなですね。さあ、ヒデチュンリー、さあ、ダルチュンが結構なんかどっち有利とも言えないような、なんか難しい組み合わせですね。さあ、押してるのはヒデ、ピヨッテ、肘。あー、やっぱりチュンリーの
飛びの対処がね難しいですからね、ダルシムは。あ、テレポも投げ返す、大パン、ひじひじ投げ、さあヒデチュンが勝って、さあワンピー側は大将シャールバイソン、さあ開幕百列バリア、しかしターンパンチで体力は同じぐらい、あお互いゲージ溜まるのが異常に早い、投げて投げて投げて、ガードした百列バリア天井、わあこれは完璧に削り殺す、さあヒデがドヤ顔、さあうわさあゲージを貯めた、お打っていく強気、中足、さあ気功拳のフェイントなのか、大パン、おお投げ返す、さあおわおわが通った、あーこのバリアがつらい、バイソンはこれがつらいですね、おわ入った、戦列は警戒している、戦列を警戒、うわーこう大パンの空振りに確定した、さあ大将戦、さあ新谷さんはキャラは、まあ、ホンダですね、あいやーダメだった、新谷さんお願いします無理だから大丈夫ですよ、さあ削られるとちょっと厳しいんですか、あー見られている、見られて、いやー落としてますねしっかり、あー厳しい、わー歩きも見られた、あー確定、さあなんか今シャルさんがボタンを押した疑惑入りましたが、エールいやー厳しい厳しい厳しい、やばい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 、矢口、さあ来た、ものすごい歩いた、うまい、さあ見せる、さあしかしの、そうなんですよ、あれ確定取るの難しいんですよ、あーグランドが刺さる、勝ったのはワンピー側、おめでとうございます、じゃあワンピー側の皆さんね、写真撮影を、そうですね、写真ですね、さあ残りの試合ガンガンやっていきましょう、
はい、じゃあね、写真撮りますよ。ああ、そうですね、鷹の爪さんがお土産を持ってきていただいてるんでね、あの皆さん、いただきましょう。はい、じゃあ 1P の鷹の爪さん、友田さん、川島さん、シャルさん、山本さん、あ、鷹の爪さんいいですかね、ちょっと写真を撮らせていただいたり。はい、じゃあね、本日の X ランバとはこれで終了いたします。お、あ、すいません、ちょっと友田さんが参加費いただいてなかったですね、すいません。
Thank you.
Round one, fight!
Thank you.